皆様お知らせでございます。なんとですね、ビレッジヴァンガードさんから4スタグッズが発売されます。いや見てください、これ T シャツでしょ、ロンティー、パーカー、ダイカットクッション、トートバッグ、ハンドタオル、いやまだあります。アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、コースター、モバイルバッテリー、缶バッジ、なんという品数。いや今回ですね、ビレバンさんからお声掛けいただきまして、このような機会を設けさせていただくことができました。いやびっくりしました。最初はですね、まあチャンネルの視聴者層的に売れないと思いますよって言ってたんですけども、ビレバンさんの店員さんの中にも動画をですねご覧くださっていた方がいらして、ぜひということで、まあね売れなかったらその推薦してくださった店員さんにも悪いので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。これまでクリアファイルとかステッカーはたまに作ってたんですけども、何分ですね僕がその一人でデザインから入稿梱包発送までやってたものですから、やっぱり時間がかかって品数もそれほど作れなかったんですよね。 T シャツとかだとサイズの問題とかもあって、まあ、いくつも作らないといけないじゃないですか。だから費用とかもかかりますし、まあ、そういった面をね全部ビレバンさんが引き受けてくださるということで、いや本当ねとてもありがたく、はい、思っております。ですから4スタではですね、今後もその今回のこの11種類ですか作るつもりが全くないので、まあこの機会を逃すときっと手に入らないと思います。ですからまあ T シャツ、ロンティー、パーカーとかトートバッグとかね、普段使いもよし、保存しておいてレアになるかどうかはわからないですけども、売ってもらってもよしという感じでございます。あとね僕自分的にそのアクリルキーホルダーとかアクリルスタンドとかってこれまで過ごしてきた中であんまり触れる機会がなかったんですけども、サンプル送っていただいて初めて見たんですよ。そしたらすごいねちっちゃくて可愛くて、あ、へえ、これはなんかトートバッグとかにもつけやすいなとか思ったりとか、アクリルスタンドとかパソコンの横に置いてらっしゃる方とかもいるじゃないですか。あ、なるほどな、確かにふっとした時に目が行くなと思いましたね。あ、すごくいいなと初めて触れてそのように感じました。なのでね、僕も個人的に買ってパソコンの横に置こうかなと思ってます。せっかくなのでね、ミルさん、ネルさんとかもねちょっと置こうかなと思ってます。で、受注期間なんですけども、もう始まってるんですよ。で、最終日が、3月27日日曜いっぱいとなります。ですからあんまりね日も残ってないので、ぜひ皆さんどうぞ4スタグッズよろしくお願いいたします。